南小谷駅は長野県北安住郡小谷村大技千国大津にある東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道大糸線の駅である。駅番号は9。事務官コードは51631。JR 東日本が管轄する殿区間と JR 西日本が管轄する非殿区間との境界駅であり、直越駅の第3セクター移管後は在来線では JR 東日本と JR 西日本との唯一の境界駅である。JR 東日本長野支社が、校内施設の保有や駅業務等を担当している。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線合計2面3線のホームを持つ、地上駅である。糸井川方面約600メートルにある、上り場内信号機より、北は、 西日本旅客鉄道北陸広域鉄道部の管轄下となっており、東日本旅客鉄道と西日本旅客鉄道の社会を示す標柱が建てられている。かつては同社会を超えて運行される列車の設定もあった。駅舎は2010年8月に改装されたもので、外側は蔵造り建築をモチーフとした生戸壁となっており、待合室には畳敷きのスペースがある。 また同スペースは当期には、こたつが設置される。JR 東日本の駅としては、直営駅であり、管理駅として、白馬大池駅、仙国駅を管理している。駅舎内には、JR 東日本が営業する、緑の窓口が設置されている。当期には除雪のため数名が増員される。当駅は、インターネット予約サービスは、駅ネットのみ、受け取り可能。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は50人で、ある。1935年度以降の推移は、以下の通りである。駅前駅前に、食品等を取り扱う商店が存在する。オタリソン A バスの路線が運行されている。詳細は、当該記事参照。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。